こんにちは、釣り動画のあきらです。今回は浜名湖で餌なし投げサビキ釣りです。ああ、どうもどうも。はいはい。またして。あ、顔会いました。はいはいはい、あの見ましたね、あのメッセージっていうか。まだちょっとハリストンの釣り方わかんないんで。はいはいはい。ああ。邪魔して悪いんで。いやもうそろそろ帰ろうかなと。はい。広くまでやっぱり40分切る。ああはいはい。はいはい。
マジですか、申し訳ないですね。飲んでないです、飲んでないです。飲んでないです、あんま。そうですね。本当？よかったら夏飲んでください。本当です？いただきます。バスやりたいんで、帰ってくる。あ、俺、あ、やめ、もう帰るんで、これでやったらどうする？あの、タオル使ってみて。あー、すいません、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ビールもらったんで早速飲みたいと思います。キンキンに冷やして、狭間さんです。いただきます。うまっ。ありがたいわ本当に。いや、一緒に写真撮ってくださいって言われて、またとか言っちゃったんだけど、照れだねあれは。なんか照れ写真撮ってくださいなんか照れるんだよね。これはあのサッパの酢漬け、いただきます。うん、うまいね。うまい、これビールにも合うわ。うん、めちゃめちゃ最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これでかいな。今まで釣った片干しイワシの中で一番でかいかもしれない。これでかい。いただきます。うめ、新鮮なイワシの刺身やっぱうめえわ。うん、いただきます。ちょっと皮気になるか、やっぱ酢で締めないと。うん、片干しイワシを煮付けにしました。うまいんだよね、片干しイワシの煮付け。サッパさんの天ぷら、サッパさんの天ぷら塩、いただきます。うまっ、うまいね、立派なイワシ。片干しイワシのね、煮付け身がしっかりしててね、うまいでしょ、みたいな。うん、やっぱうまい、うまいね。小骨がね、ちょっとあれなんだよ、取るのめんどくさいんだよ、腹のとことか。まあ食べちゃえばね、食べちゃえるからさ、腹のとこもまあ丁寧に取ってもいいかもしれないけど、俺はめんどくさいから食べちゃう。うん、うまっ、めちゃめちゃ最高に美味しかったです。ごちそうさまでした。遠征行かんとね。そうそう、
Thank you.